はどんどんやっちゃってて爽快感がすごいね。で、淡白な主人公とずれたヒロインのコンビがなんか癖になっちゃうんですよね。どんなにムカつくやつでもすぐにやっつけられるのはほんとストレスフリーで最高ですよね。来週も楽しみです。以上、即死チートのお話でした。